はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、ついにやってまいりました、悲願。やっとまあ動けるようになりましたね、デッキが。悲願デッキ、もともと実装はされてまして、すでにね、今回のこのファンタスティックアークの前の2021年3月ですね、はい、去年の3月、アンチノミックセオリーっていうように入ってたんですが、マジで何しに来たんだよお前らみたいなカードしかなくて、マジで弱かったんですよ。今回のパックで相当強化されまして、かなり強くなりました。環境デッキとも渡り合えるレベルのデッキになってきました。ちなみに OCG の方では悲願環境を取っていたこともあるレベルで、すごく強いカードたちなんですけれども、効果一応ね、説明していきますね。悲願デッキっていうのはどういうテーマかっていうと、レベル3のモンスターで悪魔族のテーマでございまして、ランク3とか、あとまあシンクロ召喚レベル6あたりをまあ駆使して戦っていくテーマですね。で、大体共通効果がありまして、悲願の下級モンスターたちが。まず1番目の効果で、自分のフィールド上に魔法トラップカードが存在しなければ、手札から特殊召喚できるよっていう効果が、すべての下級のモンスターについております。はい。なんで、まあ3と3特殊召喚してすぐにエクシーズみたいなね。召喚権を使わずにエクシーズみたいなことができますと。で、2番目。これ重要です。自分のフィールドに悲願モンスター以外のモンスターが存在する場合、このカード破壊される。つまり、こいつらマジ陰キャなんで、他の、モンスター、悲願じゃない奴らがいると、仲間じゃない奴がいると人見知りをしてどっか行っちゃうんですよ。陰キャだと思っていただければいいです。はい。マジでどっか行っちゃいます。すぐに。だから月の書とかされても、表側のモンスターがポンポンって2体並んだ時に月の書1枚されたらもうどっちかがいなくなっちゃうから。うん。そういうこと。裏側表紙でもダメみたいなね。月の書がめっちゃきついっていう。だから、一応月の書対策で、まあ、清掃とか、それから、サイクロンとかが、今回のデッキには入ってるみたいな感じですね。で、スカラマニオンとか、ガトルホックとかは、丸3番の効果もあるんですけど、丸3番の効果が固有効果になってまして、例えば、スカラマリオンだったら、このカードが墓地に送られたターンのエンドフェーズ、デッキから、スカラマリオン以外の、悪魔族を持ってこれるよとか、あとガトルホックだったら墓地から蘇生するよみたいな悲願をね、そういう効果を持ってるんですよ。で、こいつらの1番と3番の効果が、基本的にどっちかしか使えません。サンダードラゴンの、手札から捨てる効果と、なんだ、除外された場合の効果、どっちかしか使えないとかあるじゃないですか。あれと同じで、1番と3番の効果、どっちかしか使えない。特殊召喚するか、効果を発動するか、どっちかみたいな感じの、使い方になるんで、ここだけ注意ですね。ここがね、結構ね、管理しにくいところっていうか、難しいところなんですけども。で、ギミック的には、そんなに難しいことはなくて、1番と3番の効果、どっちを使うかによって、まあ、どういう展開をしていくかをハンドと墓地によって決めていくみたいな感じですね。でガトロックは墓地蘇生で、スカラマリオンが、サーチでファーファレル、これはね墓地送られたら、モンスターを1体エンドフェーズまで除外するよっていう効果があります。これと俺はスキル相性めっちゃいいなと思ったのはこのプラナーズマインドっていう、このスキルなんですけど、これね除外されてるね、カードね、なんか全部異なる次元に送るっていう、なんかこの世から消し去るみたいなことできるんですよ。なんで、相手のカード除外して、異なる次元に送って消し去るっていうことができるんで、もう消し去ったらそのデッキからもなくなればいいのにって思ってるんですけどね。はい。まあ、それはちょっと冗談で置いといて、こういうね、動きをしていくことができるんで、プラナーズマインドに今回はしております。これ、光と闇の交換で、なんかエキセントリックデーモンとかを入れるパターンが結構強いらしいですけど、僕はプラナーズマインドがしたいんで、プラナーズマインドで組みます。はい。で、エクシーズモンスターが、ダンテ君ですね。ダンテ君、まあ強い。これは非常に汎用。レベル 3×2。で、デッキトップ3枚まで墓地を送って、打点を ×500 アップできるよって効果と、バトルフィー終了時守備表示になるよっていう効果、攻撃したらね、守備表示になるよっていう効果と、あと墓地送られたら、悲願回収するよっていう効果がありますんで、まあ、こいつがキーカードですね。今回のデッキの。これでなんか、ファーファレルとか落として、なんか、相手のカード除外したり、ガトルホック巻き込んでおいて、相手段にガトルホックの効果でなんか特殊化したりとかいう効果があるんで、これかなり強いです。はい。で、こいつ、ウェルギリウス。これがね、真のエースですね。はい。6シンクロ。まあ、中長さんいるんですけど、この、悲願の詩人、ウェルギリウスは、1番の効果で1体しか、存在できないよっていう効果が一応あります。
デメリットで、2番目、一旦一度手札からヒガーも捨てると、相手のフィールド墓地のカードを、持ち主のデッキに戻すと、墓地のカードを戻せるんですけど、まあ、フィールドのカードを戻すことが多いですね。で、詩人のウェリギリウスを新居召喚して手札から、まあ、ガトルホックとか、スカラーマリオンを切って相手のカードをデッキに戻しながらなんかアドバンテージをまた稼いでいくみたいな動きが多いですかね。で、3番目はフィールドのこのカードが戦闘効果で開始されたら、デッキから1枚ドローするよという効果もついております。はい、だからこの辺のモンスターたちでビートダウンしながら、まあ下級モンスターたちを使って、まあ、ファーファレルとかを使って除外して、でプラナドマイドで除外したやつを消したって、で、あとはあのダンテでコンセントレートしてみたいな感じで戦っていくみたいな感じになってます。で、真の必殺技はレベル32体並べて、ナイトメアシャーク出してコンセントレートが一番強いです。はい、ランク戦程度であればこれだけで勝てます。さすが、これは悲願デッキなのかって言われると怪しいけど、はい、とりあえず早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ザンゲ君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。銀河かな。僕最近ギャラクシーアイズデッキ、OCG の方でもね組んだんですけど、あれですね、あのアルティメット納金デッキなんですね、あれね。皆さん知ってますか、あのプライムフォトンドラゴンっていう、ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンっていう、なんか急に8000キロで殴ってくるみたいなモンスターいるんですよ。あれマジ強くて、ちょっと今度また動画にしようと思ってるんですけど、 OCG の方のね、めちゃくちゃ強かったんで、ちょっと見てください、また動画。なるほど、肉癖なるほど。肉癖なるほど。とりあえずラビキャントは、ラビキャントは生きれるで、ガトルホック、いやーこれちょっとね、召喚権でこれ貫通していくしかないのかなと思うんですけど、まあ一旦ガトルホック特殊召喚するしかないかな。これ一応ね、召喚しておけば、まあ、ガトロックの効果発動一応できるんですけど、これでなんかそのあれ打たれそうなんで、まあ、硬化とかあのあれ破滅のフォトンストリームとか、ちょ一旦まあこれは末陣を出していくしかないかな。この末陣の効果でファーファレルが落ちることを祈っていくしかない。行こう、末陣を召喚、末陣効果発動。桜咲くだっけ、なんだっけ、ちょっとあの俺嵐あんまちょっと詳しくないからわかんねえや。ちょ嵐エアっぽすぎてちょっとわかんねえ。あ、オッケー、ちょっと一旦これは止めておきましょうか。一旦槍打って、で槍打って、でフォトンストリームから守っていく。で松潤の効果、一応ファーファレルが落ちたらマジ最強みたいなこと起きるんだけど、一回ファーファレル、ちょっと一回落とそう。ファーファレル一回落とそう。ちなみにガトルフックはバルバリッチャ、バルバリ、うわー弱え、ぼっち。絶望的に弱い。バルバリッチャーいいや、バルバリッチャーのバーンダメージマジどうでもいいから、ちょっと一回、いや、しか、まあ、とりあえずこうして、もうワンチャンスありますか、ね、ちなみにクレーンクレーンでもうワンチャンスある。はい、これ一応ね、あの彼岸もあのあいつデッキバウンスするやつ出せればよかったんですけど、ちょっと手札コストがブレイクスルースキルしかないんで、まあ、もう一回こうダンっていくしかないですね。はい、松本潤をひたすらに出していくスタイルね。で松本潤の効果発動、ファーファレル仕事しろ。ファーファレル仕事しろ。すげえかよこのゲーム、ファーファレル仕事しろ。あのつらなんだ、ギャラ祭か、あんのチェーンもねえな。私のターンは終了。やべ、あいつ殴んないといけんのか、まあ今しょうがないか、ちょっとマジでファーファレル仕事しろ。でも多分あれギャラサイだと思うんで、あ、ですよね、はい。ギャラクシーサイクロンはブレイクスルースキルが結構強いので、はい、ギャラクシーサイクロンチェーンしてブレイクスルースキル打って、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンは今効果無効になってるから飛べない。だから打点が上がらない。これ、ダンテのダンテで未来竜王出せますね。未来竜王。未来王からの未来竜王で できますね、これね。ナンバーじゃないもんね、ヒガンの旅にとって。これ強いの。悲願デッキで未来流を持たせるのか、銀河講師、はいはい、
オービタルからのフォトストリーム OK まあ OK じゃないけど、まあ、OK じゃないけど OK、まあ、一応両方ともスワイ寄ってるし、だって墓地1体は多分行くと思うんで、あセットするんだ、なるほど、はいはい、妨害を残しておくと。悲願の旅人ダンテの効果、回収すんのは、回収すんのはまあでもこれラビキャントぐらいしかねえんじゃねえか、これラビキャント、まあガルトルホックか、あれか墓地から蘇生できた方が強いか、ちょ分かんねえ、ガトルホックでいいか、ガトルホックでいいや、ガトルホック戻して、でガトルホック効果で待って、ラビキャント創生かな、はい、これでまあデッキトップが悲願モンスターであれば、っていうかそもそもまずダンテの効果でパーファレルが落ちればいいでしょ、つまりターンエンド、はい、ダンテね、オッケー、パーファレル、ファーファレルちょっとファーファレル仕事しろ、ファーファレル、ダンテの効果発動、オーバーレイントを1つ使い、お、ファーファレル、よし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 、落ちた、やっと落ちた、やっとあいつ仕事するやんけ、お前さ遅いんだよね、出勤するの、出勤マジ遅い、フォトンストリーム、オッケー、いいよ全然いいよ、フォトンストリームはいいや、はいはい、オッケー全然いいっす、まあ、ブレイクスルースキルは使わなくていいか、はい、オッケーです、で除外して、で異次元へ飛ばしていく、プロダーツマインドソーン消えろ杖杖、プロダーツマインド、プロダーツマインドマジ杖、ガードロック召喚、特殊召喚ベルギリウス、はい、で、ガトルホック効果発動、ガトルホックはもちろん悲願モンスター一体を蘇生することができるぞ、これ何でもいいや、これ何でもいいな、何でもいいや、ラビキャット、はい、で俺スカラマリオの効果まで使ってないから、スカラマリオの効果と特殊召喚、はい、でレベル3が2体で終わり、エクシス召喚、まあブリアント、よし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 、マジファーファレル君さ、ファーファレル君出勤遅いんだよ、ちょ反省ね、これは、これに関してはあいつ査定マイナスだな、来店ありがとうございました、一旦ファーファレル君の評価は B マイナス、さあお相手の答え、領域かな、領域展開するデッキかな、俺のターン、こいつだ、新年早々領域展開してくるの迷惑じゃない、こいつだ、重装兵、モンスターを召喚、重装兵、重装兵、俺はモンスターをエクシーズ召喚、新炎、OK、カードを捨てる、なるほど、カードをセット、なるほど、なるほど強いね、なるほど非常に強い、コンセントレート、なるほど、これ貫通できないんだよな、ちょ展開力で貫通ができないのがめっちゃ痛いですけど、まあ、ガトロンセットしかないんだよな、これ、これ死ぬかな、死にます、僕、まあ、サイクロンは1枚ありますよね、サイクロンの発動、はい、あるような気がしてた、まあまあまあ、カードを1枚破壊する、いやーこれ死ぬかな、これ死にますかね、ドロー、死にます？そのカードなんだろう。ちょっとディーバとかやめて。サイクロンめちゃくちゃ、なんでエンドサイクロン2回しねえんだよ、じゃあ。フィールドの魔法。なんでこいつ2回サイクロン打たねえんだよ。俺のコンセントレートが。モンスター効果発動。俺のコンセントレートが。くそ。それ何？あ、一応あれか、墓地効果ケアか。はいはい。オッケーオッケーオッケー。オッケー。で？はいはい、突撃兵ね、了解、モンスターを召喚、はい、モンスターを召喚、狙撃兵、あ、くらえ、モンスターで攻撃する、行け、ダイレクトアタック、あーそっか、あの突撃兵が、びっくりした、今なんでそっちかなと思った、突撃兵が巻き込まれてたから、そっか、出せないのか、なるほどな、はいはい、オッケーオッケーオッケー、把握把握、とりあえずブレイクスルースキル効果発動、ブレイクスルースキル効果で一旦深淵に潜むものの効果無効にして、クレーン
召喚でクレーンクレーン効果とガトルホックを特殊召喚したい。モンスターを特殊召喚で2体でエクシーズしていきたい。もう重装系の効果結局さ発動できるからブレイクするスキル意味ないんだよな。モンスターをエクシーズ召喚、はい、だって松本潤、これ松本潤、これ分かり手であればこれ松本潤をぶち壊していくスタイルなんだよな多分。あれで重装兵で爆破していくスタイルなんだな。残念だったな。ああま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 あ、これなこれ効果無効になってないんだよ実質。実質効果無効って、まあでもこれでダンテの効果も発動できる。ダンテの効果発動してガトルホックを回収しながらガトルホックの効果も発動して、ダンテを蘇生するしかない。これで耐久するしかねえ俺は。はい私はモンスターを特殊召喚、はい、いやでもラビキャンと特殊しとかないと死ぬかな。いやでもこれトップさモンスターでもさこれあれじゃない1800あるからこれ耐えれるんじゃね。これエンドアンじゃね。やる気あんのかてめえ。いややる気あるよやる気はあるよやる気はあるけどお前が妨害してくるから動けないんだよ。やる気はあるよ、やる気はガンガンある、もうビンビンよ。まあでもねこれね多分ねモンスター召喚してきたところでエクシーズして2600と1700だから多分これ1800削りきれないんですよ俺多分。守備力2000は結構高いんで。ダンテ君モンスターを召喚、はいモンスターを召喚ディーバ。あでも今あれか重装やってやばったか。まあ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 結果論的にね、結果論的に話していくけどこれ重装やったらちょっとやばったですね。重装やケアできなかったみたいなとこある。どっちしても重装兵だとしても重装兵だったらラビキャンとラッシャーとかで死んでるから意味ねえ。はいスパイルシャーク OK、 スパイルシャークでスパイダーでダンテ殴ってくる。で松本潤が破壊されるでダイレクト2700 OK 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 いや返せると思うよ俺、これ返せると思う俺。特殊してクレーンクレーンか。とりあえずファーファレルは絶対効果発動したいからこうしてこうでウェルギリウス出していく。ウェルギリウス新規の召喚でウェルギリウス効果発動。ウェルギリウスはギガンを捨てるとあととりあえずファーファレルの効果発動。ファーファレルの効果で相手のモンスターを除外していく。はい、で、異次元に飛ばしていく。消えろで、お前デッキ変えれ、お前はデッキ変えれ。で、ガトロック効果、ガトロック効果でファーファレル蘇生しといた方がいいか。ファーファレル蘇生だな。ファーファレル蘇生、はい、で、バトルゴー。よしもうあと1枚。いや1枚で返せんだろこれ。あの2面勝利できるのこの時最強かセット。なるほど悲願カード来てくれ、悲願カード来てくれ。あ来たやった。ウェルギリウスで戻せた。帰れお前もデッキで帰れ。つえでこれ破壊されるけどクレーンクレーンの効果で蘇生するから大丈夫。まあそうですね、ガットルホックかなんかでいいか。はいでパワフルの方がいいやでほいでレベル3が2体でオーバーレイエクシーズ召喚プリンアップいいか。はい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 、どうよこれが悲願デッキよ。どうこのリソース回復能力よ。でガトロックの効果も発動していく。さあ一気に最強モンスターをガンガン展開していく。行こうダンテ君、ダンテ君出てくる。ほいどうこれ強え。やべえなんかこの時強くね。さあお相手の方バクラ君よろしくお願いします。ビール乾杯。バクラ何できたこれ。スカラマリオン召喚
ラビキャラビキャントラビキャントなんだこれ。ラビキャットだと思った。ラビキャントかこれ。で、ダンテ、やべえ、俺ずっとラビキャットって言ってるわけで名前間違ってた。やっべ、もう取り返しつかねえ、もういいや。スカラマリオンでしょ。で3枚墓直で、あーいいね、いいじゃん。ガトルホック効果で、ファーファレル、これでまあ妨害がなんか成立してるんだよね一応。はい、でモンスターを特殊召喚、セントレーターいいか。ファン終了で、スクラマリオン効果。いやこれね、まあ、結構これ硬くて、あのファーファレルが一応あの墓地を加えると1枚相手のカード、まあ相手じゃなくてもいいけど、あの除外するよっていう効果を持ってるんで、ラビキャンダーいいのか。まあ、でもファーファレルかな一回。まあ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 、まあいいでしょう。様のターン、あなたのターンです。さあ相手何デッキなんでしょうか。バクラ君か、打天使とかがね昔は多かったですけど、バリバリっちゃやばい。悲願だ悲願だ、悲願使いや、いいね。ダンテか、ダンテカーバー出た。この松本潤対決が見れるかもしれない。松潤対決来た。これ悲願対決ってこと、先行後攻どっち有利な。ナイトメアシャーク、モンスター効果発動。全然悲願じゃねえじゃんお前ふざけんなよ、おいお前ふざけんなお前バトルだ、全然悲願じゃねえじゃん。モンスター手札から速攻魔法発動。ふざけんなよ、ふざけんなし